おだす、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 おだす。うまっ。ああ、めちゃくちゃやれたな、マジで。サイモン・ルピナス超10枚いってます、めちゃめちゃ自信あります。お願いします。先頭4番のミロワールが並んでいって、その外にはガレット・ジョーカー、4コーナーをカーブ直線へ、さらにそこからサイモン・ルピナス、内に入った2番のスマイルバック、間からトレッファー、その後にアドバイス、馬群の外から追い込んでくるのは8枠亮とアイボリー・アイと山勝、山一エスポ、残り200を通過して先頭は1番の名将気作り、突き放して3馬身のリード、2番手に4番のミロワール、3番手争い、外から14番アイボリーアイが今3番手から2番手に接近する、先頭は1番の名将気作りゴールイン、2番手4番ミロワール、3番手は14番アイボリーアイです。やりました、行かれたよマジで。久々に、帰れたんで、アルタギ行きます、モモハムと、あとはセブンの柚子胡椒のなんか鶏の胸肉みたいなやつ、これでアルタギやっていきます。うまっ。じゃあマジ今年中にとりあえずだいぶ借金は返さんと、副業のさ確定申告えぐいからマジで。うめ、乾杯。
赤梅。内から行き切った4番のウルトラマリン、外からは8番サイモンハロルド、さらには9番のボンボンショコラ、4番手インコース、3番ロードエース、間に11番デュアリスト、4コーナーから直線コースに向かいました。前は4番ウルトラマリン、並びかけて8番のサイモンハロルド、外からじわっと11番のデュアリストが接近、隊列入れ替わって11番のデュアリスト先頭に変わった。サイモンハロルド2番手、3番手は1番のボイラーハウス、2番黒字市長、3番手から2番手伺う、さらには7番オーバーネクサスなど突き放して11番デュアリスト先頭、2番手は黒字市長、先頭11番のデュアリストゴリ。スタートしました。1番グラニット、そして7番ドルチェモア、この2頭が好スタートを切りました。ノッキングポイントはまずは後方から進めていきます。1番グラニットが先頭に立ちました。グラニットが逃げてリードを広げます。リード2馬身半、3馬身と取って短期先頭、2番手ポツンと7番ドルチェモア、また2馬身相手、3番手が8番シルバーデューク、4番手横一線で2番ブーケファロス、3番ミシェラドラータ、そして9番フロムナウオンです。その後後ろから3頭目6番のレッドソリッド、ここからポジションを上げていこうとします。後ろから2頭目5番ノッキングポイント、先頭まで現在10馬身と少し、最高峰が4番のマイネルケレビウスです。この間に先頭1番のグラニットを飛ばしています。 3,4 コーナー中間、前半800を45秒台で通過したようです。これから4コーナーに向かいます。リード10馬身以上、2番手が7番ドルチェモア、8番シルバーデューク、3番手外からは6番レッドソリッド、4番手に上がって内2番のブーケファロス、4コーナーカーブ、先頭グラニットはもう直線コースに向いています。依然リードを10馬身取っています。2番手以下も直線コースに向いて、ドルチェモア、シルバーデューク、2,3 番手、残り400を先頭を切りました。4番手グループから追い出されてノッキングポイント、現在4番手、その後からはマイヌケレビウスです。坂を登ってくる1番グラニット、依然4馬身5馬身リードを保って200を切りました。2番手が今200を通過、ドルチェモア、3番手シルバーデューク、その後4番手5番のノッキングポイント、前までどれだけ差を詰められるか。1番グラニット先頭、一気に7番のドルチェモアが捉えて先頭に変わった。ドルチェモア先頭でゴリ、2着1番グラニット粘った、8番シルバーデューク。この投票権はカタリーヌのいる。晩酌します。久々に、セントラルソース1社完済して挟み入れました。あと借金も300万後半くらいなんでね、マジで見えてきたかな。引き続き頑張ります。皆さんよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。必ず人生まくって、ギャンブル界でナンバーワンになります。バイバイ。